はい、それから関西電力の、大井原発の3、4号機、それから高浜原発の3、4号機、そして四国電力の伊方原発の3号機ですね、その10機について、審査の第1回目ということになりました。でまず、これはまあ傍聴してきたんですね、9時半から始まって、途中1時間の休憩を挟んで、3時半までという長丁場でしたけども、まあ、この、10機について、一通りその概要を聞くというようなあの場になってました。まあ、1時間程度ずつですね、電力会社から概要を聞くというような中身でした。で初めにあの事務方からこの適合性審査の進め方について簡単な話はあったんですけども、まず進め方についてはあの大井原発の評価会合を踏襲するとあのいうふうにしてました。そして、事業者ヒアリングをあのやりますと。で実はもうこれはすでに始めていて、もう早速その8日に受付を始めた、もう次の日ぐらいからもうバシバシやってるということです。で3日以内に議事概要を上げるとですね。で玄海原発については作業チームは作るけども今回は取り上げないと、今回というのはこの第1回の適合性審査では取り上げないということですね。そして外部の専門家については意見を聞く場合があるというようなことになっています。で具体的にその常設で常に意見を聞くというような体制にはどうやらしないようで、まあ、これは非常に問題があるなと思っています。そしてまあこの第1回目については4社から各1時間ずつ概要を聞くということになっています。でこの実際に概要を聞いて、それからまあ規制庁との人との間で、電力会社の人との間でいくつかやり取りをして、まあ、それを何回か繰り返すという形で行われたんですけども、頻繁に出てきたのは、まあ、ここから先詳しいことについてはヒアリングで説明させてくださいと、あるいはヒアリングで聞きますからとあのいうようなことが何回も出てたんですけども、ところが事業者ヒアリングというのは、まあ、大井原発の評価会合でだいぶはっきりしたんですけども、あの非常に頻繁にやられているんですけども、その中身ですね、議事概要は出るといってもですね、ほとんどそのタイトルがあって、まあ、例えば地震動について、その事業者から説明があった終わりみたいな感じですね。それだけ見てもさっぱり中身がわからないとあのいうようなものなんですね。そして、大井原発の評価会合では、まあ会合自体、公開の会合自体は16回ぐらいだったと思うんですけども、その事業者ヒアリングというのは80回以上行われたというされてまして、その1週間おきに行われたその評価会合ですね、1週間後にはガラッと規制庁規制委員会の側がですね、あれだけ関西電力を攻めてたのに1週間経つとすっかりとおとなしくなってですね、はい分かりましたってなってたような時があったんですけども、結局その間に当然そのヒアリングのところで、いろいろやり取りがあっただろうということは推測されるんですけども、でもそれは、議事概要というのはさっぱり中身はわからない状態ですので、結局はその密室の中で、結局何が何だかわからないうちに、何か、規制庁規制委員会側が旬となってしまうようなことがあるというようなことで、このヒアリング、事業者ヒアリングが主体となってそこが実質的な審議と、となってしまうというのは非常に問題があると思っています。まあ、この辺については、まあ、例えば議事録を作るのが大変であれば音声だけでも出すようにと、少なくとも議事概要については今のままではさっぱりわからないぞというところで、その辺で少なくとも透明性も高めるようなですね、そういう指摘をしていきたいと思います。そして具体的にその審査 その概要についての当時その要件については説明がありました。ちょっといくつか紹介をしたいんですけども、まず九州電力の仙台原発ですね、1、2号機については、まあ九州電力からまあこういったまあ簡単なパワーポイントの資料が出てですね、これについて説明があってちょっとやり取りがあったということです。でちょっと私たちは7月8日に仙台原発はですねの方も来て、集会を行ったんですけども、そこで問題になっているようなことについても説明がありました。で例えばですね、沖合の活断層についてですね、
沖合での活断層については、そのこちらで、その文部科学省の、地震調査研究推進本部ですねが新しい知見を出してきて、活断層がもうたくさん本当はあるんだと、原発の方に伸びてるかもしれないと、あのいうような中身のものを出していって、まあ、これは当然考慮しなさいということを言ってたんですけども、で九州電力の説明はですね、その基準地震度については従来の540ガールを変える必要はないと、でこれはその、地震研調査研究推進本部ですね、これの最新の知見を踏まえても変える必要がないと、あのいうふうに書いてあります。のところがその出してきている資料ですね、図を見るとここにある図はあのこの新しい知見ではなくて、その前に九州電力自身が調べた、活断層 の図が書いてあってですね、だから実際どういう検討を行ってそれでも変える必要がないという結論をどう出していったのかというところはやっぱり具体的な説明が、求められるところではないかなと、あのいうふうに思います。でそれ以外にですね、例えば基準津波ですね、基準津波もあの従来のまま4メートルで変わらずと、で敷地は13メートルあるから防潮堤は不要だと、あのいうような主張をしてました。あとこの辺はあの火山地帯がありまして、非常に大きな、破局的な噴火というのも歴史的にはあの観測されているところですね。で原発の周辺でも、火砕流が、襲った後というのも発見されていて、その今回新しい規制基準ではその火山に対する対応対策というのが強化されたんですけど、でその辺については、九州電力ですね、破局的噴火の予兆はないと、で活動間隔が数万年から数十万年で、その原発の運転中に、大規模な破局的な噴火が起こる可能性は極めて低いと、あのいうようなあの、まあ、やや決め的的な、断定をして、特に火山については問題ないと。ただまあこういう言い方をすればあのなんかどこに建てても火山は問題ないようにですね、なってしまうと思うんですけども、まあ、この辺についても、もう少し具体的な説明が求められるのではないかなというふうに思います。であとはその、電気式の水素燃焼装置を設置するとかですね、あるいはあのまあ重大事故ですね、渋谷アクシデントに対してどういう対策を取るのか、まあ、これは新しく追加されたところですけども、移動式のポンプ車とか移動式の大容量ポンプ車とかですね、あるいは移動式の電源車、まあ、そういったやっぱり移動式の車に積んだ車載 の設備に期待をするとあのいうようなところがあの結構いろいろ出てたと思います。それからこれ問題になっているその免震重要棟がの話ですね。で、仙台原発では免震重要棟がありませんし、これがすぐに立つ計画もありません。そんな中で、まあ、免震ではない代替の、施設を建てて、でそこを緊急時対策所と、するんだということになっています。そこもやっぱり免震性が本当に免震でなくていいのかどうか、福島事故のまあ、実際の状況に照らしての検証というのが求められるのではないかなというふうに思います。それからあの新しい規制基準ではその事故シーケンスの想定というのは要求されています。まあ、これちょっと難しいんですけども、あの重大事故が、どんな事故が起こり得てそれに対してどういう対処をするのかっていうですね、その、シナリオみたいなですね、それを作成して、それで、重大事故をですね、あの収めなきゃいけないというような、そういう要求があるんですけども、で実はその自己シーケンスについては、原子力規制庁規制委員会が、まあ基準の規制基準のですね、解釈の中で、7つとか8つぐらいですね、8つぐらいこう、こんな事故を想定しなさいというのを挙げてあって、ただその規制庁規制委員会が義務付けてるですね、まあそれが義務付けてるですね、自己シーケンスになるんですけども、規制庁規制委員会はあのこの義務付けてるものはあの非常に一般的なもので、その炉に即したですね、炉の特徴に沿った、自己シーケンスっていうのを追加しなさいと、でそこにその地震や津波に起因するようなですね、そういう外部地震に起因するような、そういう事故もちゃんと想定しなさいとあのいうことは盛り込んでるんですけども、ところがあの今回はあの仙台原発に限らず今回出た全ての原発について電力会社は、
その追加の自己集権は必要ないと。でそれはまあ具体的な中身についての説明は今回なかったんですけども、おそらくはあの確率論的な評価で、まあ例えば重大事故が、その電源を喪失した、さらにそれに加えてですね、まあ、津波が襲って電源喪失、それから地震によって配管の破断ですね、まあ、そういう複数の事故が同時にあの進行するような事態っていうのが、まあ、福島の事故に照らせば恐れられるわけですけども、多分そういったものについてはもう確率的に低いというような評価で切ってしまっているというようなことが考えられます。実際あの大井原発の関西電力のですね、評価会合でも、関西電力はそれで逃げてしまったわけですね。でただ大井の評価会合では結局その自己審検数 の詳しいその審査についてはまあ本審査でちゃんとやりますということで、その場ではまあ逃げてしまったわけですよね。まあ、で今回本審査でどうなるのかということは問題になるわけですけども、まあそれも確率的に低いという形で逃げてしまって、でそれでその規制庁が設定したその標準的な自己審検数だけで乗り切ろうとしているとあのいうような姿勢というのがあの、まあ、今回だけでもあの見て取れたかなというふうに思います。で規制庁側の対応なんですけども、まあ、あの特に活断層の評価とか新しい知見が出ているものについてはあのそれについては、まあ、しっかりと審査をしたいというようなあの姿勢でした。で自己シーケンスについても、まあ、あの規制庁側で全ての電力会社に聞いたのはですね、あなたの原発の炉はその重大事故に対する対応にあの鑑みてどういう特徴を持ってるか、どういうところが弱点があるかというのをちゃんと把握してますか、それについて答えなさいとあのいうようなことを、まあ山形さんというですねあの管理官が、電力会社の社長に、社長というか幹部にですね、これは幹部が答えてくれという形で幹部に聞いてたんですけども、見事に全員しどろもどろですね、しどろもどろで誰もまともにこう対応はできなかったと。でこんなことでは困りますというような反応をしてましたけども、まあ、この、重大事故の自己シーケンスをどう扱うのかっていうのもぜひあの具体的な中身についてはですねあの注視をしていきたいというふうに思います。 で、でこの後です、ね、あの北海道電力が泊原発について、それからであと伊方原発ですね、四国電力の説明があって、で最後に関西電力が大井原発と、高浜原発について説明してやり取りがありました。で関西電力の対応が一番ひどかったですね。で、特にやっぱりその大井原発ではやっぱり3連度の問題っていうのが非常に曖昧な形で、うやむやされてしまったんですけども、今回本審査ということで、その2連度なのか3連度なのかというのがまた話題にはなってですね、で関西電力が出してきたのはやっぱり2連動の基準地震動でいいと、で3連動についてはまあちょろっと記載をして特別にそういう3連動のものもあの、まあですね、暫定的なものとして、まあ、追加をして、で実際上の審査についてはあの設置許可変更審査っていうね一番親玉ではなくて、詳細設計にあたるその工事認可書であの具体的にやるからいいんだという形で、まあ、結局あの正面切って3連動を認めないという姿勢はやっぱり関西電力としてはあの貫いたわけですね。まあ、それに対して規制庁はいや3連動でやりなさいと、それを基本に据えてもらわなきゃ困るというような反応をしてましたけども、まあ、結局その大井の評価会合でなんかもう時間切れでのあの、まあ、関西電力としてはまあ乗り切ったっていう、なんかそういう変なあの自負があるのかどうか分かりませんけども、非常にこうあの高飛車な態度でもうあの2連動で何が悪いとあのいうような形で、まあ他の電力会社はどちらかというともう規制庁に言われたらはい分かりましたって感じだったんですけども、ちょっと違う対応をしてたというのが気になりました。まあ、いずれにしろこの活断層の問題、それから、基準津波基準地震動の問題、それから、免震重要棟の問題ですね、防潮堤の問題、そしてその自己シーケンスの問題、それから具体的な重大事故対応についての問題ですね、種々あの問題があると思いますので、今後具体的な、審査ですね、まあ、次回は23日に2回目があるということですけども、私たちもしっかりと高みを見て、まあ、あの地元の皆さんとも連携しながらですね、やっぱり具体的な問題で、
ここは問題だというのをついていきながら、もう絶対再稼働させないという形で動いていけたらというふうに思いますので、ぜひ皆さん応援していただきたいと思います。それでは、ちょっと急ではありますけども速報、原子力規制の最新動向ということで、お伝えしました。またよろしくお願いします。それでは。